エグナティア街道の位置エグナティア街道は、紀元前2世紀のローマ帝国時代に建設された道である。古代ローマ帝国のイルリクム族州とマケドニア族州、トラキア族州を結ぶ街道であり、現在のアルバニア、マケドニア共和国、ギリシャ、トルコの領土にあたる。エグナティア街道は、アドリア海沿岸の町、ドゥラキウムを起点に、ジェヌスス川に沿って走り、 カンダビエ山脈を越えて、オフリドコ湖畔に広がる高地を抜ける。そこから南に方向を変えた後、山を越えて、テッサロニカで、エーゲ海北岸に達する。その後は、ドラキア地方をビザンティウムまで通り抜けるルートを取っていた。全長は約1200キロメートル。他のローマ街道と同じく道幅は約6メートルであり、石や、 硬い砂で舗装されていた。エグナティア街道の建設に関しては、ストラボンが表した地理シと街道沿いで発見されたマイルストーンによって伺い知ることが可能である。これらによると、正確な建設源は不明だが、マケドニア属州総督であったグネウス・エグナティウスが建設を主導したことによるとされる。街道の建設者の名が街道につけられるローマの風習に従って、 エグナティア街道と名付けられた。ポリビオスやキケロによると、エグナティア街道の建設によって、ローマ軍のイルリア地方からビザンティウムまでの行軍速度が早まったという。エグナティア街道は、アドリア海からボスフォラス海峡までのローマ属州を結ぶ目的で建設された。起点であるドラキウムは、ローマから伸びるアッピア街道の終点である、 ブリンィシウムとアドリア海を隔てて隣接している。そのために、この街道の建設によって、バルカン半島南部の属州は、首都ローマと直接結びつき、アウグストゥスの地勢になり、イリュリア北部に新たなルートが確立されるまで、エグナティア街道は、帝国東方地域とローマとの重要な、幹線道路としての役割を担った。内戦の時期を除いて、街道は何度も修理され、延長された。 また、エグナティア街道は、ローマ帝国の歴史における重要な時期においても、幾度か重要な役割を果たした。例えば、カエサルの内乱の時代には、ユリウスカエサルとポンペイウス両方の軍隊が、エグナティア街道を使った。またその後の内戦の時代では、マルクス・アントニウスとオクタビアヌスは、カッシウスとブルートゥスを追って、アッピア街道を降り、街道沿いのフィリッピの戦いで両者を破った。 また、街道沿いで発見された、マイルストーンによれば、トライアヌス帝は、紀元後113年に行われることになる、パルティア戦域に先んじて、エグナティア街道のほぼ全域にわたる改修を命じた。しかし5世紀に入り、周辺地域の不安定化が原因で、エグナティア街道はほとんど使用されることはなくなった。5世紀の歴史家によると、エグナティア街道の西側の地域はかなり貧困が、 激しいために治安が悪く旅行者が通行できることはまずなかったという。ビザンツ帝国の統治下となってからはエグナティア街道は再び幹線道路として使用されるようになった。プロコピオスによると6世紀に皇帝ユスティニアヌス一世がエグナティア街道を修理させた。一度荒廃しているために天候が悪いと街道は使用できなかったが、 ビザンツ帝国と西ヨーロッパ諸国との陸上貿易はエグナティア海道を通じて主に行われた。十字軍の時代になると小アジアに到達するまではコンスタンティノープルまで続くエグナティア海道が十字軍の行軍に使用された。第4回十字軍の後になるとラテン帝国やビザンツ帝国の後継国家であるニカイア帝国エピロス先生公国にとって エグナティア街道の管理は、それぞれの国の存亡に関わる重要事となった。現代の幹線道路であるエグナティアオドスは、テッサロニキからギリシャとトルコとの国境であるエブロス、川までをエグナティア街道と平行に走っている。エグナティアオドスとはギリシャ語で、エグナティア街道を意味しており、古代ローマのエグナティア街道を意識している。ありがとうございます。